皆さん、ストラットタワーバー装着しますか？このストラットタワーバーっていうのはボディのサスペンション部をかっちりさせる最も手軽なボディ補強パーツの一つなんです。なぜサスペンションを固定しているここストラットタワーにこのストラットタワーバーを装着するかといいますと、走行中の車のボディは歪んでいるからなんです。走行中車は常に路面からの入力、つまりコーナリング中や路面の凹凸の衝撃をサスペンションが受けているわけなんです。しかしこのサスペンションはボディに固定されているため、路面からの入力はボディにも伝わり、見えないところで歪んでいるというわけなんです。ところで走行中ボディが歪んでしまうとどうなるのか。実はサスペンションの動きなどに影響するため、コーナリング性能やトラクション性能、さらにハンドリングに悪影響を及ぼしてしまう可能性があるのです。では実際にストラットタワー周りがどれぐらい歪んでしまうのか実験してみましょう。コーナリング中、片輪に荷重がかかっていることを想定して、停車状態の車両のボディの片側だけジャッキアップしてみます。そして中心でカットしたストラットタワーバーでボディの歪みを見てみると、ほら停車状態にもかかわらずこれだけパイプがずれてしまったのです。ということはサーキット走行やコーナリング中には上下方向に歪みが大きくなり、さらに中心方向の歪みも出てしまうのです。だからボディ補強にはこのストラットタワーバーが効果的なんです。では実際の走行でどれだけ違うのか、ストラットタワーバーの威力を試してみましょう。テスト内容はストラットタワーバー装着した状態、外した状態での走行をパイロンスラロームを使ってテストしてみたいと思います。それぞれのダンパーのバンプ量、すなわちストロークっていうんですけども、それが多くなったり少なくなったりするはずなので、それを、テストしてみたいと思います。ストラットタワーバーを装着すればボディのねじれが少なくなる分、ダンパーのバンプ量が増えるはずです。ではテスターは、こんにちは、シビックでジムカナに参戦しているまさみです。ストラットタワーバーをつけてどのぐらい効果があるのか興味津々なので、今日は頑張りたいと思います。はい、ではストラットタワーバーを外した状態でテストしましょう。はい、それではストラットタワーバーなしでいきたいと思います。ストラットタワーバーなしの状態では60ミリでした。はい、今度はストラットタワーバーありでやってみたいと思います。はい、ストラットタワー装着では66ミリでした。
というようにボディの歪みが抑えられたので、その分ダンパーの縮む量が増えたということになります。だから路面からの入力がボディに入れなくなった分、ダンパーの性能が十分に発揮されたという結果になると思います。走行フィーリングとしてはスライングの応答性、スライングの切り出し、その他フィーリング等もいろいろ変わると思います。どうでしたか、まさみちゃん。ストラットタワーバーのありなしで私の見えないところで車高調の縮む量が変わっていたなんて驚きです。確かにハンドルのレスポンスが良くなったなということは体感できました。こんなに効果があること皆さん知ってましたか。はい、それでは続いてサーキットの周回です。ストラットタワーバーのフィーリングをチェックしてみたいと思います。本庄サーキットで数周走ってみたのですが、一番変わったなと思うのがハンドルのレスポンスです。特にコーナー進入の切り始めで、装着前と比べてレスポンスがすごく良くなりました。また、コーナリング中や、ブレーキング中も、剛性感がアップしたので、なんだか、ボディはカチッとしたような気がしました。ストラットタワーバーってすごい。というわけで、ストラットタワーバーを装着することで走りに大きく影響することが分かりましたね。手軽だけど効果絶大です。ちなみにボディ補強はストラットタワーバー以外にもボディ全体に効果的ですので、クスコのボディ補強パーツぜひお試しください。